ノワインチャンネル。3月15日火曜日朝11時15分です。今日は暖かく半袖半ズボンで最初から最後まで走りました。今日 16.6 キロ走って今月の走行距離が3月15日時点で200キロまで行きました。後半はイベントもあって忙しいんですけど言い訳せず頑張りたいと思います。おはようございます。朝11時20分です。昨日ワインの勉強会があったんですがその後スタスタの掃除をして家に帰ってまた2回目の夜食を食べるという、ちょっと食べ過ぎた感がありますが今日は12キロ出ました。おはようございます。朝7時50分です。今日は6時前からブーちゃんが鳴き始めて散歩に行って久しぶりの早朝ランとなりました。ちょっと昨日の雨で下が緩んでて走りづらかったんですが今日は15キロ走りました。今からスタスタの仕事に行きます。朝11時15分です。曇り空のちょっと気温が低い名城公園でしたが昨日雨で走れなかったのと明日が第22期ガリガリクラブ最終測定日ということもあって何としても70キロまでに落としていかなきゃいけないので今日はまたしても一人ハーフマラソン 21.1 キロ走りました。1キロ4分33ぐらいでした。なんとなく長い距離もそんなに苦にならずに走れるようになったような気がします。土日の桜ワイン魂が雨の予報なのでさっての金曜日のその準備で金土日と走れないので明日頑張りたいと思います。3月31日、今月の最終日、もうじき雨が降りやすそうな名城公園ですが、今日が一番桜が満開で綺麗な感じです。今月はこの土日が忙しかったんですけど、今日は15キロ走って、トータル324キロ走れました。また4月も頑張って走ります。お疲れ様です。皆さんこんにちは。ワインショップスタンド4の篠原です。今日は2022年3月31日ということで今月もですねよく頑張りましてランニングのですね21日間走りまして324キロ体重は 69.8kg 体脂肪は 16.8% になりました。トータルで言いますと2月1日から始めてこれで丸2ヶ月経つんですが体重はマイナス 4.8kg 体脂肪がマイナス 5.2% ということで、まずまず、60日間では落ちたかなと思ってますがやっぱりちょっとこう1ヶ月単位で見るとですね2月の体脂肪の落ちに比べるとこの3月ですね2月よりもかなり多く走ってるんですがやはりちょっと落ちがこう悪くなってきてるなと1ヶ月のマイナスがこの3月だけでマイナス 1.3% なのでまあここから4月以降はですねちょっと筋トレをまあ入れて月 1% ペースで落としていけるぐらいだと来年の1月の50歳には体脂肪率が1桁まで落ちるんじゃないかと、まあ、ちょっとこう自分でできる範囲の筋トレを取り入れながらまあランニングの方は4月に引き続きですね頑張って走っていきたいと思いますのででちょっと今考えているのがですねラン&ワインっていうまあ走るのが好きな人それからワインが好きな人っていうのを集めてなんかこうサークル的なチームみたいなのを
ですね、作れるといいなというちょっと構想があるんで、それはまた今後、YouTube で発信していきたいと思ってますが、毎日午前中ですね、僕が名城公園の中をぐるぐる走ってますので、まあ、ぜひ一緒に走りたいなんていう人がいれば一緒に走っていきましょうということで、3月は金社神保町の桜ワイン魂、たくさんの方に来ていただいてですね、発送もようやく終わったので、4月から新たに頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。